はい、皆様こんばんは。三浦美幸コンサーティーナの時間になりました。さてと、いろいろとね、こうなんともこう不幸とね、不都合のもう連続ですよね。こういう毎日になってしまった時にですね、まあそのね、年齢を問わず少しずつこう我慢しなきゃいけないことがたくさんあるわけじゃないですか。しかしここでね、あることが上手だとね、とても楽しいってことに気がつくんですね。一人遊びです。一人遊び。私ね、昔から一人遊びがとても好きでね、実際うまいんですね。ですので、こうなんていうんだろう、家に閉じこもっているとかね、あるいは一人で孤独でいるという時にもね、こうそれを満たすだけのね、こういろいろなことをね、結構自分のポケットの中にたくさん持ってるんですね。まあこれを俗に言う趣味とかね、まあ仕事一辺倒って場合もあるけども、まあ、趣味とかいうものものことを言うんだなって思ったりするんですね。まあ私にとってまあ音楽はその趣味も生活もそれから生命力もね含めて全部こう一緒この一緒になってますのでね、それをまあその一人遊びの対象にするのはちょっとおかしいけれども、でも他にもねあるんですね。このチャンスを狙って始めたことが再びね、手仕事です。私ね、この編み物とか好きなんですね。特にこうレース編みとか昔から好きでしたのでね、以前もちょっとやってましたけれども、そういう細かい仕事をしたりするとね、こう とてつもない、ね、時間を必要とするものなんですよね。ですので、まあこうたくさんキャンセルになった仕事の時間をね、区切るよりは、まあ、それをなんかこう別な形で自分の楽しみにこう使えたらいいかなとかね、ちょっとまあそんなことを自分で勝手に思って、よしと思ってねやり始めてはみたんですけれども、まあこういうことで、まあ、イライラしないように過ごすということのね、一つの方法としてはね、まあ、面白いことを見つけたかなとちょっと、まあ、思ったりもしてますけどもね。でも皆様大変ですよね。自分のことばかりではないことで大変なことが多いと思いますので、たまにはですね、ちょっと素敵な音楽を聴いたりとかね、こうあるいはちょっと奏でられるものなら弾いてみたりとかしてみるといかがでしょうか。今日も30分間お楽しみに。はい、改めましてこんばんは、三浦美幸です。まあですね、ほとんど、全部キャンセルですね。だいたいライブハウスというのはですね、こう密集しているし、窓がないし、人とこう、まあ、近いところにあるしね、まあ、どう見てもアウトですよね。まあ、コンサート会場としてもですね、今度公共機関の建物だったりとかね、さまざまな理由があって、貸し出してくれないということがあるんですね。それもありますので、まあそうですね、まあ、それはそれとするということですね。延期になれるものは延期でいいんですけれども、延期ではなく中止のものも中にはありますね。それは会場をうまく取れるか取れないかというそういう問題もありますけれどもね。まあ秋冬に大きなのがありますけれども、それはコンサートホールのやつですね。それに向けて、まあ、楽しみに音を広げている最中ですけれども、でも何なんでしょうね。こう友人が海外に留学していたんですけれども、こうやむなく帰ってきたんですよ。ですけれどもね、なんだろ こう若い人にはね、ぜひ本当はね、こう日本にこう閉じこもらないで海外でいろんなことを勉強してほしいし、外でなくては見られないものとか、特に音楽は実はそうなんですね。古い言葉で言うと西洋音楽って言うんですねだってバッハもベートーベンもみんな海外の方ですからね。そういう意味で、まあ、考えればそうなんですけれども、まあ、ギターとかもそうかもしれないけども、できればその現地で本物の環境の中でいろんなものをこう見てみるとかね、そういうのがこう進んでね、できるとねいいなと思う矢先にですね、こんなことではね、こうなかなか本人も出る気もしないし、親御さんもねきっとあなた危ないからやめときなさいみたいな、絶対そういうことになってしまうと思うんですよね。それをいやそんなことはないってこう蹴り飛ばすですね、その釈明ができないですね、これではね。まあ、命がかかってますからね、大変なことです。テレビでちょっとだけ見るスペインとかフランスとかイタリアの風景を見るたんびにね、
ちょっと嘘でしょっていうのがね、まあ、正直のところなんですけれども、ちょっとがっくりですね。たまに寂しくって、あそこのルーブルの美術館のレプリカのブレスレットはめたりなんかしてね、また早く開きますようにとちょっと心の底で思ってます。はい、では今日もまず1曲目元気よく参りましょう。アルマンラインからですね、フライングドラゴン。はい、アルバンダインからフライングドラゴンでした。こんな時期ではありますけれども、多分今ですね、軽井沢の某小説本屋さんでですね、私が CD を出しているエアプレインレーベルの全作品を、こう紹介しているというね、そういうイベントが行われているはずです。私の CD 全部エアプレインですけれども、4枚かな、全部並んでいると思いますけれども、一冊実は本がある、書籍があるんですけれどもね、レース編みの書籍なんですけれども、素敵に撮ってくださったんですよ。川端淳さんというカメラマンにですね、私のちっちゃな作品をミラーノに持ってってもらって、そこで写真を撮ってきたっていうね、本当にちっちゃな作品がですね、ミラーノのカフェのティースプーンの上に乗っけてあって、それで撮ってる写真とかね、レース編みっていうよりは彼の感性で撮られたすごく素敵なね、柔らかい写真集なんですけれどもね、私はちなみに出てこないからご安心をということなんですけどもね、そんなのも展示してあります。でもね、結局ですね、そういうのもどうなんだろうかな、全てがこう疲弊してますからね、盛んにいろんなことが行われるってことはあまりなくって、
ちょっと残念ですね。ほんのちっちゃなことで、あっと思ったことはですね、別にですね、こう、ことさら気をつけてそれを買ってたわけじゃないんですけどね、お化粧品がね、なくなったとちょっと思ったんですよ。それで、ファンデーションだったんですね。まあ、顔に塗るものですね。そして、中のこのピースだけね、全部じゃなくて、中身を買おうと思って注文したらば、そこの店の商品が、ね、全部ないんですね。で、色があるんですけれども、どの色も全部欠品になってるんですよ。はっと見たらね、韓国コスメだったんですね。結局、入荷してないということになってたんですよ。まあね、それが初めてのね、私にとって輸入品のショックでしたね。こういうのはなくなってしまっているんだっていうね、どうしようってちょっと思ったりもしましたね。まあ、これからきっと少しずつ流通がますますうまくいかなくなってくるので、あれがない、これがないっていうのをね、ちょっとずつ感じることになるのかなっていう、私たちのようにね、こう製造業をしてなくても、普段生活してこうお店で物を買っているというね、こういう立場でもそういうことが出てくるっていうことなんだなと思ったんですね。まあ、だからといって、ではメイドインジャパンのものをね、買えばいいかと、まあそうかもしれませんけれども、気に入っていたものがね、やっぱり手に入らないっていうのは、こう残念だしね、こう実はあまりこう国同士の境目ってのはなかったんだっていうことをね、世界のものを使って世界のものをにものをこう提供してこう暮らしているんだなっていうことをね、改めて感じたものでしたね。ちなみに私の CD をたくさん持っててくださるイギリスの方もいらっしゃいますので、そういうことを考えると、まあそうね、発信しているものは皆世界へ向けてということなんだなと改めて感じることの一つでしたね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、後半です。私の いつものコーナーですね。注目の石コーナーですね。石ってストーンですよ、皆様。今日はね、シトリンです。私の誕生石でもあります。トパーズという言葉ありますけど、11月の誕生石の一つですよね。シトリンっていうのは、黄水晶です。黄色の色をした水晶です。今日身につけてます。ピアスに黄水晶を使ってますね。このね、黄水晶っていうのは昔はね、結構たくさんあったんですよ。それで、例えばおばあちゃんからもらったブローチとかね、こうお母さんからもらったなんとかとか、結構綺麗なね、黄水晶がねついてるものがいっぱいあったんですけど、この頃ね、すっごく量が減ったと思います。貴重品になってると思うんですね。それで、水晶は多くの場合着色してしまうことがあるんですけれども、本当に天然のままの色の黄水晶の素敵なものっていうのは結構なかなかなくなってきてるんじゃないかなと思ったりしますよね。まあ、色が着色してあれば黄色は黄色で、こう山吹色みたいなね、美しい色なんですけれども、天然のものは淡い感じの色のものが多いと思いますけどもね。でも、まあ着色しようがしまいが水晶には借りがないので、まあそれなりの、まあこう重さとね、冷たさがあるんですよ。石ってね、本物か本物でないか見極めるね、簡単な方法があるんですね。プラスチックっぽいものっていうのはですね、例えばこう手で触ってるとあったかくなってくるんですよ。石の上に指を置いてこうしばらく持ってると、冷たさがこう比較的継続しないものは石ではないんですね。プラスチックなんです。ですので、こう触った時にね、触れた時にひっと冷たい感じがね、すごくまあ透明な石ですのでね、水晶はね、こう冷たさと石のそのイメージがね、こう水の感じっていうのかな、あって好きですね。まあ誕生石ということもあって、昔から結構たくさん集めたクラスの方の石ではありますけれども、でもまあ実はですね、そう、指輪は持ってません。ピアスばっかりですね。そういうような気がしますね。はい、今日は黄水晶でした。では2曲目参りましょう。これはですね、アコーディオンの曲を弾きます。き、あの企画聴いていただくんですけれども、実は今年大幅に残ってる仕事が、実はですね、アコーディオンの仕事が多くて、その年によってね、コンサーティーナの時と
アコーディオンの方が多い時といろいろあるんですけども、大体五分五分なんですけれどもね、まあ、アコーディオニストでもありコンサーティナ演奏家でもあるっていうことなんですけども、それは微妙にバランスが少し変わるんですね。今年はアコーディオンの方がちょっと多いかもしれないかな、五分五分かなぐらい、よくわかんないかなぐらいの感じなんですよね。では参りましょう。スカラベから Time to say goodbye。はい、スカナベからタイムトゥセイグッバイでした。ですね、このスカナベを弾いた楽器っていうのはね、一応こう一番こう高級な楽器なんですよ。どう見てもこれ以上の楽器はないというね、そういうもうお墨付きの楽器で、ゴラというね、ホーナー社のドイツのね楽器なんですけれども、もう変な話、桁違いの価格のですね、すごいやつなんですよ。普段ではそれをお話しするかと言いますとね、いや私ね、もう一つルチアというね、同じホーナーの楽器なんですけども、すでに廃盤になってしまっている楽器なんですね。それを持ってるんです。それでたまに地方に出かけるときにあまり重たいので、ついてそのルチアをね、36しか音がなくて軽いものだから持ってって弾いたんですけれども、意外な反応が返ってきちゃったんですね。もうみんなお口あんぐりでね、もうなんかその後のね、みんなのもうこう態度が全然違っちゃったぐらいのね、すごい迫力だったんです。実はいろんな
私にもミスがあってね、ミスっていうのはそのレジスタっていうかね、音の選択のミスがあって、あ、しまったと思ったんだけども、一番迫力のある音のボタンで弾いてしまったんですね。もうちょっと繊細なやつで弾こうと思ったんだけどもね、その楽器で一番大きな音が出るボタンを押してしまってあって、それで曲を始めてしまったんですよ。まあいいやと思ってその曲そのまま弾き終わったんだけども、まあね、本当に満場の拍手、止まらない拍手っていうのをね、初めてこう体験したかなって感じで、でね、あ、なんかね、人から教えてもらったね、この楽器の良さっていうのをね、結構ね、いろんなところで感じるんですね。それで私も嘘と思いながら、そのジプシー女のようなそのルチアという楽器に対してね、だんだんとね、こう愛が芽生えてしまったんですよ。まさかまさかって言いながらね、試してみるんです。対面で弾いたことがあるんですね、一人の方のためにね。やっぱりね、こうだんだんとね、涙がうるうるしてくるんですね。あ、何なんだろうと思って、うちであのそのまあコロナショックですからね、あの私にはあのコロナ難民のようなその休日がありますから、あの要するにゴラを弾いたり、そのあのね、こうまあそのジプシー女を弾いたり、何度も何度もこう弾き替えてると、その違いの中にね、ふとね、みんながそのコロッといくね、その点がね、点っていうか、そのポイントがね、こう分かるような気がしてきたんですよ。これ私にとってすっごい冒険なんですけれども、今年の、年末までの全てのアコーディオンのコンサートを、その、ジプシー女であるルチアとね、付き合ってみようかなと思ってるんです。ものすごい、弾けば弾くほどね、こう迫力があるんですね。このゴラとは違う線にあるんですよ。本当にね、あの皆様に感謝してます。私一人では見つけることができなかったあの楽器の魅力だと改めて思いました。そういう意味ではブラボーな楽器ですね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、今日もおしまいです。あの自分の声で、ね、歌を歌ったり、それから自分の体でこう踊ったりする方々は自分のものですからね、それに対して愛を持つべきだし、それを鍛える必要があるっていうのがあるけども、この表現するために道具を使うタイプの方ですね、まあ、楽器を弾くということですね、にとってはですね、その楽器との出会いっていうのは、自分の感性が、ね、この震えるように花咲くかね、あるいは沈んでしまうかね、瀬戸際だってことをね、改めて気がつきましたね。難しいね、これもね、一期一会なので運だと思います。全くずっとね、長い間持ってた楽器だったんです。実はルチア、もう20年も持ってた楽器なのに、ことさら今になってやっと気がついたんですね。ごめんねって感じなんですけれどもね、本当に何やってるんだかね、もう。さて、いつもね、この時期に私はね、もう声がバリバリおかしくなる、風邪をひいて、あのディレクターの方にもいつも大丈夫ですかとか言われることがたまにあったんですけれども、このね、コロナショックのおかげでね、緊張してるんですね、私自身がね。それでなんかね、今年の冬は風邪を一回も引かずに来たんです。ここまでまだ大丈夫ですこれはあの一種そういうことかとやっぱり思いましたね。いつもだからこう少しね、だらっとして暮らしてるんですね、風に対してもだけどね、こう、まあ、そこそこそういう意味で改めてそう緊張感があると、私はそういうことにならないなっていうことを知ったという意味ですね。今日ですね、ポストにね、私の住んでるところの、ね、広報が入ってたんですね。3つのことを注意してくださいって書いてありました。換気の悪い密閉空間、それが1番ですね。それから多数が集まる密集した場所が2番目ですね。3番目がね、間近で会話や発声をする密接場面ですって。この3つをやめればね、いいんですって。コロナウイルスの注意報ですね。だからちなみに街を歩くときなんかは、人とすれ違うようなことがあまりないような場合には、もしかして本当にマスクは必要ないのかもしれないっていうのはありますよね。まあ密集してなければね、人が誰もいなければマスクはいらないってことですよね。できれば夏の暑い時期になる前に、あのこのマスクからね、解放されたいかなと。マスクがちょっと暑いかなって思ったりもしますのでね、あのみんなで頑張って、あのコロナを追い払おうではございませんか。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたしました。